はい、皆さん、こんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか本日ね、ご紹介するのはこちら。ドン。結構大きいよね、えー。こちら、ログビッドといいます。ログビッドのブレイブプロというスマートウォッチのご紹介です。こちら、海外の EC サイトのトムトップさんの提供でお送りいたします。いつもありがとうございます。えー、ということでですね、久しぶりのスマートウォッチのご紹介になります。前回は、 レム4かレム4のなんか大きいやつ <laughs> ご紹介しましたけどもえ今回もねスマートウォッチをちょっと紹介していこうと思いますそれではねすごい箱立派よほら宝石入ってるみたいなねあっ休マークあるわこれは中国のああいうなんかいい品質のものですよっていうシールですねはいそれでは早速開封しましょうドンのー説明書ですね ちょっと見ようかあもう時計見えてるわあかっこいいわかっこいいねうんかっこいいかっこいいこれうんはいちょっと説明書さっき見ましょうかログビット日本語はないかなどうなんやろか中国語と英中から英中やねうん英中ですねまあ英語の方を見たり、えー 結構ねまあちょっと後でまた言いますけども YouTube なんかにも情報結構出てるのでまあこれにそんなに期待しなくても大丈夫かな、うん、ここの説明ぐらい見といた方がいいけどねはいということでいつもの説明書を見ない、えー、おじいさんでした <laughs> はいそれではねちょっと本体見えてるんですけど多分ね下に付属品があるんじゃないかなああるねやっぱり うんうん、ちょっと下見てみましょう先にねはいどうなってるああははこれが付属品の箱なってんだこれがね2つはんはんはんあ替えベルトあるねあ黒か黒の替えベルトですねあこれ簡易で買えれるやつだはははあえどっちなんやろこれリバーシブルってことやね多分いや違うそんなことない こここの入れるところがこっちから黒だほう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 これなんかね茶色がついてるやつもあるみたいなんですよねうんうんこれ革のやつですねだからこれが結構元のやつがゴムでスポーティーなのでうんこれが嫌でまあフォーマルな使い方したい人にはいいよねうんうんうん僕はね茶色をちょっと欲しかったなと思ってたけどこの辺は、まあ、まあまた買えばいいけどねこのパターンのやつ結構あるんでねスマホのやつでうんちょっともう今ついでやから測ろうか 何ミリかな横。2.12。2. 2ですね。2.2のサイズのものを、もうちょっとか、2.3かな。うん、2.3ですね。2.3ミリ。たぶん、ベルトが2.3やけど、鉄の部分入れたら2.4なのよね。この線の。うん、この辺がちょっとどっちかったらいいんやろ。またこれはちょっと調べときます。ブログ等で分かってたら、ブログ等の方であの記載しますね。はい。 ということで、まあ、こういうベルト付きのものがありますね。でですね、こちらの付属品、ちょっと見ていってみましょうか。何が入ってんのかなよいしょ。結構高級感あるよ。あ、結構秋にくこっちか。こっちへ。あっ、袋入ってるわ。ほら、すごいね、収納ケース、ちょうど入んのかな なんかちょっとでもなんか山登り用みたいな <laughs>。山登りとかに使うのかなえらい。これだってロゴも山やもんね。うん。ちょっとなんかモンベルっぽい感じですね。ああ、これ。これがね、ちょっと面白いんですよね。これ。これね、面白いでしょ。これ多分スマホのあれなんですよ。これ何かというとですね。えっと、実はこれね、予備バッテリーなんですよ。うん、予備バッテリー。 でこれねここ書いてある通り、えっとね、2200mAh、ここわかるかなここ、2200mAh って書いてるでしょ。これだから、もう予備バッテリーがついてくるんですよ。うん、だからまあ、遠出したときとか充電、まあ、もうそのときはケーブル持っていけばいいと思うんですけども、一応、緊急時に外とかでこれのにポンと置くと充電できんの、その場で。そういう電源のないかものがなくてもね。うん、だからこれは非常に大きいんです。しかも 2200mAh って結構入ってるからね。 だから一回充電しとけば、まあ、緊急時で外でちょっと今日思ったより使ってるなとかね、そういう時に減ってたら外でポッとつけたらできると。んで、これがだから緊急用になるってことですね。これはなかなか、これはね、なんか事前に知ってたのよ、これ。うん、面白いね。こういうものがついてます。まあ、スマホってやっぱりね、どうもこう、待機時間の短さみたいなんがあるから、こういうのは大きいですよね、ポイントとして。で、こっちはあ、なんかいろいろついてる。これはなんか、 なんだろうねこれ。あ、裏の SIM の蓋開けるやつかな。プラスドライバー。で、これが、あ、これが充電ですね。充電4極、4極充電のやつですね。ちょっと開けようか。え4極の充電のやつになってますね。まあ、スマートウォッチでよく使われてるもの。で、これが、えー、はい。これがマイクロ USB ですね。マイクロ USB になってます。 これは、これがマイクロ USB ですね。これがマイクロ USB で充電するやつですね。うんうん。だからこれをこう差して、で、この上に時計置いて、あのそ、そうしたらこれが充電されるってことですね。まあ、これをこのまま置いといて、これ経由でも充電できるはずですけどね。で、気の利いた、えー、上のガラスレンズの拭くやつ。もしかして保護シートついてんのかな保護シートはついてない。あ、ついてるわ。あ、すごい。ほら、保護シートめっちゃ分厚いわ。 あこれいいねこれキー利いたらめちゃくちゃ分厚いよほらほらほんほんほんという感じですね、うん、もう他は入ってないですはいああこれあれねやっぱシモシモンのやつここプラスドライバーになってるねプラスドライバーで開ける感じですねはいよいしょ それではちょっと、えー、付属品を復習しましょう、えー。ということでね、もうカメラに収まりきらんぐらいすごい数の <laughs>、えー、付属品がついてます。はい、えー。これがまず緊急用のね、充電ボックスというかね、バッテリーチャージャーですね。はい。で、えー、中英の説明書。で、これ袋、移動用の袋。これが何気に、ねえー、嬉しい。保護シール。えー、と、マイクロ USB コード。まあ、これの充電用ですね。バッテリーチャージャーの。 と、えー、充電ですね。もうこれは本体直に充電するもの。あとは、えー、パソコンにつなげるときをですね、4極充電。で、これが保護シールの、まあ、貼る前に拭くやつ。で、革、えー、ベルトですね。と、SIM、えー、カードの後ろ開けるプラスドライバーになってます。ものすごい充実です。それではちょっとね、ついでなんで、ちょっと先に、えー、スマートウォッチにちょっとあの保護シール貼りますわ。えー、それではね、えー、ログビッドブレイブプロの保護シール貼り終わりましたので、ちょっと見ていきましょう。 はい、えー、ということでねこんな感じになってますうんいやすごいねかっこいいよ保護シールはね結構簡単に貼れましたうん本当にねむっちゃ分厚いプラスチックで多分ガラスではないとは思うんですけどももうほらもうピタッとつくの何回も貼り直せます、分厚いんででもねもう置いたら強度吸着していくんですよで何回外してもいいから であほんとど真ん中来るともう一気にスーッと全部空気も抜けてこんな状態になります。もう本当に保護シール貼ってないぐらいの感じです。うんちょっと全体見ていきましょうね。いやかっこいいよね本当に。 あカットミーですけどとりあえずファーストインプレッションとしてはどっちかというとねちょっとスポーツよりかなとスポーティーな感じの使い方になるのかなっていう気はしますうんあのここの面がね多分ねプラスチックだ違うんかななんかここがねちょっとプラスチックっぽいんですよ うん、それがねちょっとねフォーマルっていいいう感じではないかなかと思いますスマートウォッチもいろんなもの出てるんですけどもここがもっとこうメタリックな感じのものとかがあるんですけども全体的な雰囲気そして初めからここにゴムバンドをつけてるっていうところからしてもどこかスポーツを意図してるものなのかなっていうのはします。でこの後ちょっとスペックいっていきますけどもそれが特にねそれをまあ決定づける証拠かなっていう感じもします。でで外にワンンポイントでかっこここいいのがこの横のこのが横 リリュューズですねリューズが、えっと、ちょっと赤いこう差し色入ってるんですよこれがねちょっと何気にかっこいい、うん、これあのいい感じですよねはいちょっとゴム,ゴム外してみようかうんこんな感じですね全体像としてはこんな感じうんこういう感じですねずっしりしてますね非常に、うん、こっちから見るとすごいかっこいいよね うん、ちょっとなんかあのアジダスとかの感じだね <laughs> アジダスって <laughs> ちょっと古い言い方アディダスうんちょっと大きさ軽く測りましょうか簡単にね盤面の大きさ約ね5センチぐらいでリューズがへこん,んでるとこにいくから大体5センチですね横が約5センチ縦 そうですねまあ約6センチって見てもらったらいいかも5センチ六6センチなんでちょっとだけ縦長ですねうん印象大体いいねこう最近は丸い感じのまあ形状があるあの多いと思うんですけどもこれはちょっとだけこう縦型にこうブルーっとなって楕円形っぽいイメージがありますねはいではちょっと軽く重さ見てみましょうじゃあちょっと置きますねドン 93うんこれがどうなんやろ重いのかな軽いのかな僕が前のがねちょっとあまりあの火にならない感じのやつなんでまあ 92g も持ってる人からしたらそんなもんかっていう感じかもしれないですね一応参考に見ておいてください。でちょっと実際に腕につけてみて一般男性がそれこれ重いと思うかっていうものをちょっと見てみますね。 あのねゴムバンドの質感はねすごいサラサラものすごいサラサラよ、うん、気持ちいいぐらいサラサラな感じしますねゴムバンドのだからすごい嫌な感じはしないです、はい、僕まあ大体一般男性の腕ぐらいだと思うんですよ、うん、でこれぐらいの存在感ですねかなりドカッときてるかなこう横から見たら特にこう こんな感じですね。まあ当然もうバッテリーがかなり多い量が搭載されているので、もうこの辺は仕方ないかなっていう感じですね。うん。まあガジェット系の好きな男性です。まあこれから夏で、まあ腕ぐっとこう見えていく状態で、まあこれつけてると、まあ一つの、まあ何て言うかな、こうごっつい系が好きな人のファッション、ファッションの一部としては僕いいかな。僕は好きなんですよ。ごっついうのが。前のレム4があんな状態やからね。うん。 非常にあの僕はこの感じ好きですねだからもうこれ初め僕これねカーバンドがいいなとか思ってたけどもこれはもうこのゴムバンドがいいかもまあゴムバンドの中はこうバリエーションを増やしてもうちょっとこうスポーティな感じよりね、うん、あの iPhone のやつで流行り,流行り始めた子がタコ足みたいになってる穴のやつとか、まあ、そういうものでちょっと彩ってもいいかなとは思いますけどねちょっと女性には厳しいと思うどう,どう考えても。 うんうん、でも男性は、まあ、特にうちの視聴者の人たちは好きなんじゃないかなこのフォルムうんドスッとするよ、うん、こんな感じですただここが直線だからちょっと見えにくいかもしれないけどここにね隙間が空くんですよもうこれ仕方ないねうんでもまあもうちょっとこうグッとあの腕にフィットするような感じでもまあちょっと面白かったのかなと思いますけどでも非常につけた方がかっこいい。 うん、やっぱこの差し色がすごい効いてますよねうん僕は好きですねこれ、はい、ではちょっと、えー、スペック見ていきましょうね、えー、それではこちらログビットブレイブプロこちらの、えー、スペックザザザっと言っていきます画面がまず1.69インチ液晶の解像度が 450×450Bluetooth が5.0対応 OS は Android10 です CPU が MTK6762 という、あのー、サイトに記載があるんですけどもこれは多分ね K はいらないと思う多分 MT6762 のはずですでこちらの内訳なんですが Cortex の A53 っていうものですね CPU が 2GHz ですで8コアで GPU こちらが PowerVRGE8320 というものが搭載されてます こちらは 650MHz で動作しますね。かなりだからよく動くものだと思われます。で、OpenGL EES 3.2対応です。で、すごいのがね、メモリー。LPDDR4。こちらの 4GB ですね。このプロ版は。はい、4GB 入ってます。で、ストレージが 64GB ということで、かなり十分な量が用意されてます。 でバッテリーは 1600mAh。ネットワークは 4G の LTE に対応してますで。カメラがですね、またちょっと後で紹介しますけど、2種類、2箇所にあります。フロントは分かりやすいところでこうですね。フロントが800万画素で。サイドですね、ちょっと見てもらおうかもね。はい、サイド、実はここにもあるんですよね。はい、サイドカメラの方が1300万画素になってます。 で、SIM はナノシムに対応してます。で、えっとね、やっぱ一番の売りっていうのがね、あの防水防塵機能です。えこちらなんとね、IP68 という最高、最高ランクの防水防塵機能になってます。で、GoATM です。で、もう僕もね、ちょっと初めて防水防塵機能のことを調べたんですが、この IP68 っていうのが6の方がえっと防塵の方の数字。 8の方が防水の方の数字に6っていうのがですねなんとね 1mm の埃の侵入も許されないという数値だそうですで防水の8っていうのが潜水ができるっていうものに与えられるまあ数値なようなんですが一応ねただ最低レベルのものが 1m10cm のところで30分以上置いても水が入らないというものだそうですただしこれはあくまで基準で、基準 基本的にはもっと持つものが多いということなんですけども一応最低基準としてそれぐらいと考えてくださいで、えー、GPU なんですが軽く調べたんですが PowerVRG8320、えー、というのが結構ねいい、e、GPU なようでスナップドラゴン450っていうのが数値でいうと12,088なんですけどもこの PowerVRG8320 は18,88というスコアが出てるようです、うん、スマートウォッチでその数値はなかなかすごいんじゃないかなと思います ということでただあのバッテリーの方はこちらの方は 1600mAh なんですが、えー、先ほど紹介した通りねモバイルバッテリーといえばいいのかなバッテリーチャージャーの方が 2200mAh プラスされてますので、まあ、実質的には 3800mAh はまあ確保されてるっていうふうに考えてもいいと思います。 という感じのスペックで、まあ、僕があまりスマートウォッチっていうのが前がちょっとあまり日にならないものを持ってたので、えー、これを見てああだこうだっていうことは正直できないです、えー、ただですね日本なんかでもよくこのねログビットブレイブっていうものは結構ね紹介されてるんですよねブログとか YouTube でもでもでも実はそれとこれね違うんですよ、えー、ログビットブレイブプロということで、えー、さらに高品質のもので、えー、最新の商品になってますログビットシリーズの でメモリーが前のが多分ね3ギガなんですけどこちらは4ギガそしてストレージも2倍の、えー、64ギガバイトになってるところあと CPU も、えー、かなりアップされてます、えー、皆さんがねログビットブレイブなんかどっかで見たことあるなって思うやつよりかは、えー、性能がね上がってる状態の商品になってますそれではね、えー、早速電源入れていこうかなと思いますはいえー、っとここ長押しだと思うんだけど押してみましょう 入ったわすごいログビットって出てきたかっこいいねめっちゃ画面きれいよ iPS ですからねうわすごい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 あかっこいいめっちゃかっこいいねわすごい日本語あるのかなああるね日本語ちょっと今あ今動き出したねうんあいけるねあここ触らなきゃあかねんね うん、動きすごいスムーズですねちょっと今僕の手がカスカスなんであれなんですが、うん、こうやったら中指は綺麗やねほらものすごいサクサクやっぱり4ギガってすごいねああ、うん、じゃあ日本語設定にしましょうねあこれチェックかこれでチェックをしましょうあ体重とか入れるんやねえ正直に入れようか89今太りすぎやね 身長はねちょっとあるよ179一時ね182になってたんやけどね身長下がったのよねなんでやねんって話やけど男性ですね女性やったらどうする <laughs> 徒歩ターゲットって何なん,なんやろこれはわかんないね徒歩ターゲットってで確認アップをインストールするには以下の QR をスキャリングしてくださいやって えー、何のアプリやろうね、うん。はい。ということでね、各種設定が終わりました。えっ、ー、と、あの後ね、QR コードを読み込んで、アプリを入れます。えー、iPhone の方にね、僕、今回 iPhone で接続しましたけど、えー、今のところ普通に接続できてます。かっこいいね。アニメーションがビューっとなってますね。うん、かっこいい。で、ちょっとね、こっちに画面出そうかな。こんな感じで、あのまあ、あれですね、ヘルスケアの設定ですね。 っていうものが基本的にすることになります。うん、そのアプリとの連携っていうのはね。まあ、おじいさん今散歩してるので、ちょっとこれ使って本当にやってみても面白いかなと思います。それではちょっと触っていってみましょうか。基本的には一緒だと思うんだけどね。他のものとあ日本語全部なってるね。あすごい。スムーズほら。うわ、やっぱ4ギガいいね。むっちゃほらスムーズくるくるくるってほら始めのあん時、やっぱりちょっとシステム立ち上げでちょっともたついてたんかもしれないね。 ほら、くるくるくるーっと動くわ。すごいね。これもしかして Google ストアもいけるのかな ?App Store ってあるね。ちょっとまず Wi-Fi、えー、つなげてみます。で、えー、Wi-Fi の設定が終わりましたので、えー、あれですね、Android のストアがあると思うので、ちょっと見てみましょう。えー、これですね、Play Store。これですね、ちょっと見てみましょう。ポンと。 あ、ログインせなあかんねんね。ちょっとログインします。えー、はい。ということでね。えー、今、ようやくぐんぐんにログインできました。えー、アップストアにね。何かというと、僕の指が大きいんで、もうね、ちっちゃいのが押せないんですよ。あの、パスワードとか ID がね。いや、えらい難儀しました。あの、むちゃくちゃ画面麗よ。うよ、ん。ちょっとね、こうやると、あの、液晶のあの、線が見えちゃうんだけど、むちゃくちゃ画面綺麗 うん、でね画面はねちょっとこの白のところ見てもらったら分かるけど暖色の LED が使われてますうんでもねこの iPS むちゃくちゃ画面綺麗ですよ、うん、これ携帯とは携帯っていうかスマホと思われへんねえ違うスマホじゃない、えっと、スマートウォッチとは思われへんねスマートウォッチっていう言葉にちょっと慣れてないんでちょっと少々間違えると思いますがねすごいね うんまあ、ゲームがどれぐらい動くのかっていうのはあとちょっと見てもらったら分かる通りえっとねまあもう最近ねスマートウォッチって円のものがもうほとんどなってきてるんですけどもやっぱりこの辺がねこう切れてしまうとで入力の時もね、えっと、大事なところは見えてるんですけどもやっぱりちょっとねこの辺がまあ嫌だよっていう人もおられるかもしれませんで実はねその人のためにちょっと面白い仕組みがあってですねえここここの上のリューズを長押ししてくださいここビーッと。 するとこういうものが出てくるんですね。ちょっとオプションが。で、えっとね、ここのね、マルスクリーンってやつありますよね。これをクリックします。ほんと。そしたら今、四角いスクリーンになったでしょ。これで戻ります。ここが戻るです。すると、ほら、こんな感じで表示はちっちゃくなってしまうんですけども、えー、全部のものが見えるようになります。うん、だからまあ、あのここで新聞とか、あの例えば Yahoo! ニュースとか見る間には、 まあ読む部分をこの真ん中に持ってきたらいいんだけども例えば今なんかこのゲームと映画と TV っていうのが消えてましたよね。だんんからそれがまあこの四角スクリーンにすると見えることができるのでまあどうしても上のフリックでもここって出てこないところなんですね一番下なんで。だからそういう緊急事態の時には結構簡単にアクセスできる状態でこれ逆にするとまた戻るんだけど。 そういうい復帰ができるとここは一番下やから戻ら戻ないんですよぼ上にやってもねでもこういう字みたいなところは例えばここにいてあ見えづらいよってなってもこう真ん中に持ってくるや見えるからそういうことはできるんだけどやっぱどうしても不可能なところっていうのはこの辺が気が利いて特になんか全部戻ってやらなくてもここ長押しでそういう状態をすぐアクセスできるので非常にやりやすいんじゃないでしょうか。うん、これはいいところだよねとにかく液晶むちゃ綺麗です。 でですね。まあ、あの、やっぱりこう、スマートウォッチでね、一番気になるのが、ここの画面ですよね。画面はもう他のスマートウォッチと一緒で、こちら長押ししましょう。すると、このように自由にイメージを変えることができます。かっこいいの多いよね。結構動くのかなこの辺で、ね。あ、これかっこいいね。ちょっとこれしてみようか。ポンと。うわ、かっこいいね。あ、かっこいい <laughs> むちゃかっこいいね、これ。 ここれかっこいいわちょっとマトリックスみたいでいいでですね、うん、ちょっともうちょっと見てみるこっちあこんなんもいいねあこれスポーティーでかっこいいですねこういうのがいいよねもう昔はこう時計の文字盤のかっこいいものを探して全部買わなあかんかったけどもうデジタルやからもうこんなんでいいもんねもうここで自由に買えれちゃうもんねうん ででこれがいつも通りですねだからここでプラスを押すと、えー、ダウンロードできるんですよね他にもこうテーマがね、うん、で自由にどんどん増やしていけるんですよだからもうほぼほぼ無限に増やせると言ってもいいですよねうんこんなん動くんかなこのシューってなってるのアニメーションなんかやったらやっぱかっこいいなと思うよねうわあすごいいかにもやね <laughs> これもシンプルでかっこいいですね。 なん,かあれかな,なんかビヨビヨビヨって動くんかな一回ダウンロードしてみましょうかでこれを選んだらこのダウンロードボタンを押してくださいポンとそしたらダウンロードが完了しましたねでえっとこっちに戻るとほら先のところにこれが入ってるんですよでこれを使いたいなと思ったらピッと押すはいビューとあ後ろのやつは動かなかったねでもこう文字盤はずっと動いてますねうんうんいいですねちょっと僕先お気に入りのやつがあったから これしようかかななここれちょっっと好きやなかっこいい、ねうん。でちょっとね僕一個気になってることがあって実はね前のレモフォはねあの腕の傾けで電源入らなかったんですよ絶対ボタン押して電源入れないといけなかったのであれがすごい面倒だったんですけども、えー、であのまあ、変な話アップルウォッチとかは傾けすごい反応よくでパッと電源入れれるんですよねやっぱあれじゃないとやっぱ自転車とか僕よく乗るんでそん時に困るんですよね。 なのでで結構ねこう傾け電源オンってね説明書に結構アマゾンのいろんなスマート値って今ものすごいあるよね特に中国製のやつ全然記載ないんですよでも結構僕として大きいポイントなのでちょっと試してみようと思いますでは電源消します、えー、それでは試してみましょう今電源切れてますでは見てみますあすごいついた <laughs> かっこいいちょっと待ってちょっと待ってもう一回あ,あおはようござチンゲンサイ掘れそう時間うん すごい。パッとつく。でもちょっと消えんの早い。<laughs> もうちょっとゆっくり見たい。いや、すごいね、これ。あ、入るわ、ちゃんと電源。すごい省エネえねえやね。でも、あ今はちょっと動かんかった。ちょっと今、何個か試したんですけども、こ,こういう状態から、こう。これも、まあ、出るんですけども、ちょっとね、精度はね、むちゃくちゃ、 まあアップルウォッチの時つけてた時は結構ね本当にこういう感じでもファッファッと映ってたんやけどもあの、ね、100%ではないです、うん、今もつかないでしょあ今これちょっと時間差あるよねうん100%ではないけど僕の共用範囲ではあります、うん、ほら今もつかないでちょっと遅いよね、うん、でもね今ちょっと試したのがちょっとビデオでうまく撮れないんですけど結構立ってる時こういう風な腕が縦の状態になってるところから ちょっと今これうまいことがいか分かんでこういうふうにするとこれほら結構反応いいんですよ。うんでも比較的にこういう状態で使うことが多いの僕は。うんだからまあこれはこれでええかなって感じはしますね。うんとにかくもう腕を振ってついたら僕はそれでいいんで結構ねでもこれねもっと書くべきやと思うのよね当たり前当たり前なんかな今の状況ってね。えー、はいでねえっ、ー、とあれからちょっとね使いました。うん ちょっとだいぶ動画もちょっと別々でちょっと時間置いて撮ってるんですけどもえなんとですねここちょっとわかるかなえっと歩数が574って出てますよねうんあのちょっと実は今ちょうどゴミ出し行く時にこれつけてゴミ出しに行きましたうんでえっとちょっとねあのご近所さんのおばちゃんとずっと喋ってちょっとちょろちょろ歩いてたんでまあこんだけきっちり歩いたかはわからないですけども574歩まあ歩いたということで出てます でえー、とスマートトフォンもポケットに入れてましただから多分 Bluetooth 関係なのかなこいつが直接 GPS にしてるのかちょっとそこは分からないですけどこちら単体で持って歩いて計測できるのか、えー、とスマホですね僕 iPhone 使ってますけど iPhone との,、えー、そのなんていうかな Bluetooth 仕様で iPhone の方が GPS 機能を使って歩数を出してるのかとかなちょっとそこは分からないですけどもとりあえずスマホと持って、えー、こちらこういうふうな歩数が出ました。で えっとですね、ちょっとここに画像を出しとこうか。えっ、ー、と、このようにね、えっ、ー、とね、WeChat っていうやつがソフトなんですよね。WeChat2 かなっていうのがスマホアプリなんですけど、多分それと連動しとかないと、えー、こういうものは出ないと思います。でもこんな感じでこっちにも何歩歩いたよとか、えー、そういうものが出てると思います。 はい、でですね僕が一番気になってた、えっと、僕はとにかく今はね iPhone ユーザーなんですけども Android のスマートフォンを持った時に、まあ、その通知とかどうなるんだろうということでテストしたんですよねでそしたらなんと、えー、こちらねメール SMS かなの方も、えっと、テストで届きましたで電話の着信も、えー、届きました、うん、大丈夫でしたそれは。 それも多分ね、WeChat っていうのを入れて、Bluetooth 接続で連携させておかないと多分できないのだと思いますけども、無事できて、着信があった場合はここにね、ちょっとあの、相手の名前が出るんで、ちょっとここでお見せできないですけども、えっ、ー、と、まあ、着信があった場合にここに出ます。何々から電話がありました。何々からこういうメールありましたって、メールの内容も軽く出ます。はい、ちょっと僕その時は短いテストって英語だけやったので、そのテストって文字だけが出ましたけども、えー、そういう表示を見せることが、まあ、表示されました。うん。 で、他にもね、実は驚きなのが、とにかく iPhone で通知されてるものがそのまま来るんですよ。例えば僕やったらヤフオクとか、メルカリとか、そういうものの通知もこっちにちゃんと表示されました。だからすごくね、よくできてる。うん。で、ここ,をこう右にスワイプすると、このような通知があって、ここにあの自分で見ることもできます。で、ここの上が、こうちょっと出るよね。ここ、この時に。これがいろんなこう、ゲージなんですよ。こうやって。回っていくでしょ。こうやって、こう上がほら。ここがワークアウト。ここね。 でこんな感じでもうちょっとやろうか。よいしょ。えー、ここで、上のここを見といてください。ちょっと見といてください。えっ、ー、と、ごめんなさいね。ここ見といてください。ほら、こ,こ,こうやって出るでしょ。土、上がほら、時計、これが設定項目ですね。で、これがワークアウト。こんな感じで非常にね、視覚的にも非常にね、わかりやすい視覚になってます。はい。で、これがもうカロリー消費も出てますね。まあ、この辺はまあ、 ここからの換算したもので出てるんだと思われますけど。で、えっとね、昨日ね、心拍を測ったんですよ。で、これね、心拍測れるんですよ。ちょっとやってみましょう。で、こう腕つけますよね。で、ここで、えっとメニュー呼び出しますよね。で、ここで、心拍数、心拍数測定ってあります。これをします。で、計算してます。 まあ最近、アップルウォッチが今更心拍どこでも測れるとかって言ってるけどね、ちょっと遅いよね <laughs>。なんかアップルウォッチももうちょっと厳しいなって感じするよね。CM で心拍測れるようになりましたってね。はい。こんな感じで出ます。で、昨日は76でした。うん。で、こんな感じで。今ちょっと上がっていってるね。多分喋ってるからね。どんどん上がっていってますけども。うん。はい。こうやって、一番初めに測った数がここに出て、で、その後経過がずっと出ます。はい。 まあこれが正しいかわからないよ僕も手に心臓を当てて数数えてないからねはいという感じで結構ね何でもできるえー、だなのでね結構ね至れり尽くせりで、えー、僕が一番不安だった iPhone との連携も無事できましたので結構普通使いできそうですでえっとね防水防塵の IP68 ですねちょっと軽く水に当ててみましょうはいちょっときつめに水出しました はい、でもなんか反応はしてるねたぶんほら指で押したってことになってますねこうなんかねうんでも壊れてはないねでもこんな感じでなんかボタンを押したってことになるようですではい壊れてないですね こんな感じで。はい、大丈夫です。壊れてないです。ただし、今見てもらった通り、どうやら、ね、タッチしてる感覚にはなるようですね。はい、そこはちょっと気をつけてください。ではですね、次は、えっと、メディア関係ですね、の動きを見ていきましょう。えー、まずね、メニューを表示させます。よいしょ。まあ、これで、ね、音楽ですね、音楽。 でですね、この画面で,右にスワイ左,です、ね、左にスワイプするとこのように入れてる楽曲が出ますのでまずねフリー音源の音楽聴いてみます。結構、ね、音いいんですよ。悪くないですよ。うん でですね、次じゃあビデオを見たいということになるとまあこっちですねごめんなさいこれクリックしてでここのファイル管理ここをクリックしてくださいじゃあのこのように内容量が出てその後にフォルダーの中を見れるようになりますはいでこの中でえムービーですねムービーというところにえ動画自分のね作った動画データを入れたのででこのまま、えー、出てきます でこれがあのサブチャンネルであのアップロードした「獣道を歩く」ってさ、えー、動画なんですがこれをクリックしてみますほらすごいきれいよね何 <laughs> ちゅう動画上げてんねんって話ですけどねでもねむちゃくちゃ画面きれいよやっぱり 450×450 450は伊達じゃないねむっちゃ画面きれい うんすごい時代になったね。はい、でここを押すとこのように停止することができるし早送りした場合はここで、えー、ごめんなさいここやねここで <laughs> なかなかもう僕の指が大きいんでね、えー、あこれでいけるねはいごめんなさいこんな感じでね、えー、早送り巻き戻しができます。うん、でこうやってここを押すと戻ることができますね。うん でですね、まあこんな感じでキャッシュが溜まっていくと困りますよね。で、その場合は、えっと、長押し、ここ。上のリューズを長押しすると、最近のタスクというものが出てきます。これをクリックすると、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。僕のこれね、あのー、反応が悪いんじゃなくて、僕のね、指が大きいんですよ。だからちょっと別のところ叩いちゃうんですね。ごめんなさいね。えー、このようなものが出てきます。で、えー、タスクですね。だからキャッシュ。この×をクリックしていくと消すことができます。 はい、で,これでキャッシュがもうゼロになりました、うんまあ、でもねメモリー4ギガなんで結構ね全部今立ち上げた状態でもねあの動画とかもすぐ読み込めたしその辺は安心してください。でですねちなみに音楽は、まあこ,まあ、こうやってアクセスするのもいいんですけどもここの、ね、音楽ってところにアクセスするのもいいんですけどもそうじゃなくて、えーとね、このトップ画面からまず上にスワイプしますポッとそしたら、えー、と運動ですねワークアウトが出てきてここで左。 すると、このようにすぐ音楽の画面にアクセスすることができますので安心してください。ということになります。これですぐに音楽を聴きたいときは、ここから一番早くショートカットになってます。でですね、次はえっとねまあ、Google ストアにこちらはアクセスできるのでアプリをいろいろダウンロードできるんですよね。でね、今回ね、YouTube を入れてみました。YouTube を見てみましょう。YouTube ね。はい でねこれがちょっとね軽い不具合だと思うんですけども一回ね画面消えるんですよ。うんでこれ初め壊れたんかなと思ったらこのね下のリューズを一回押すとつきます。これ覚えておいてください。これはちょっとしたね不具合だと思います、はい。ということでおじいさんのチャンネルに来ました YouTube のね。はいこんな感じで見ることができます。すごいよね。でやっぱり YouTube は検索とかの窓がこの上のところにあるので基本的にまあ、前言ったここ長押しで。 四角スクリーンににして操作すすることになります、うん、もう自分の好きなチャンネルいたあとはまあこう自分で探していってみるだけでいいんですけど、えー、検索がですね基本ここにあるのでこれ丸スクリーンにすると消えてしまうんですよねこうすると、うん。だからこの辺はちょっと面倒くさい部分かもしれないけどもこれはえこちらのログビットだけの話ではなくてもうファーウェイとかいろんな丸のね、えー、筐体のものがいっぱい出てますけどもそれ全ての問題なのでまあこれは。 覚えておくといいと思います。だから、まあここの長押しですぐスクリーンを四角とか丸に切り替えられるっていうのはいいことだと思います。では、1個ね、動画見てみましょう。プレイステーション3のやつ見てみようか。はい、こんな感じで動画見ることができますね。ちょっと全画面してみましょう。こんな感じ。いや、画面綺麗よね。すごいよね。画面がね、むっちゃ綺麗なんですよ。うん。 いいですね、はい、で終わりたい時はもうここ一発で消すことができるのですぐ戻ることができます。えー、でですねカメラですね、えっと、カメラがちょっと面白くてここのフロントカメラこちらとサイドカメラこちらがありますつまりまあ何かその電話ですね顔出しの電話する時はこちらを使って普通に何かパッと撮りたい時はこちらで撮るという感じになります。 例えばですね。はい。えっと、これがね、サイドカメラです。はい。ここがほら、おじいさんの、あれですね、ゲームコーナーのところですね。あの、MVS とか置いてるところ。で、ここがうんちするところですね。はい。 でこれが横になっているので、これを縦に変えたい場合は、よいしょこちらを押してで、これですね、このボタン。はい、でですね、今こちら、サイドカメラになってますよね、こんな感じでね。 で、これを、えー、ここのフロントカメラに変えたい場合は、こちらのオプションボタンを押します。ポンと。で、こちら、この一番右のマーク。これで、えー、押すと、フロントカメラに変わります。はい、こんな感じで。上なったね。はい、こんな感じになりました。で、一回ね、えー、と写真撮って、この様子はちょっとここにアップしますね。これがまずフロントカメラ。ポロンと。そして、 サイドカメラで写真撮りましょうね。この状態ね。ポルンと。で、撮った写真をちょっとここに上げておきます。はい。えっ、ー、とね、フロントカメラが800万画素、サイドカメラが1300万画素ですね。はじめ、なんでこっちの方が大きいんかなと思ったら、当然こっちが普段使いになるんですよね。うん。 普段腕につけていてここで写真撮ろうとはグーってこうせなあかんのにこれやとこういうふうにして撮れるもんね暗イイン状態で暗イイン撮り暗 <laughs> イイン撮りねはいだからここのねサイドカメラはよくできてると思うよはいただしね画質はまあそこまで良くないと思います僕はちょっと今はまだ見てないけどねこれ後で編集するからねはいまあよかったら参考にしてくださいでこちらねなんとね動画を撮ることもできますちょっと動画撮ってみようかサイドカメラで これ動画モードですね。じゃあちょっと撮りましょう。パッパラベーベー、ピースピース、ピースピース。で、今ここに、えっと、動画出してます。こんな感じで。どんな感じに映るんだろうか。<laughs> どんな感じに映るんだろうか。パッパパパパ,パ、パールライス。パッパパパパ,パ、パールライス。<laughs> このわかるやつごらんってね。 はい、よかったらこの動画も参考にしてください。えー、でですねカメラですね、えっと、カメラがちょっと面白くてここのフロントカメラこちらとサイドカメラ こちらがありますつまりまあ何かその電話ですね顔出しの電話するときはこちらを使って普通に何かパッと撮りたいときはこちらで撮るという感じになります、えー、例えばですねはいえっとこれがねサイドカメラですはいここがほらおじいさんのあれですねゲームコーナーのところですね MVS とか置いてるところでここがうんちするところですねはい、はい、でですね今こちらサイドカメラなってますよねこんな感じでねでこれを、えー、ここのフロントカメラに変えたい場合はこちらのオプションボタンを押しますポンとでこちらこの一番右のマークこれで、えー、押すとフロントカメラに変わりますはいこんな感じで上なったねはいこんな感じになりました で、一回ね、えっ、ー、と写真撮って、この様子はちょっとここにアップしますね。これがまずフロントカメラ。ポルンと。そして、サイドカメラで写真撮りましょうね。この状態ね。ポルンと。で、撮った写真をちょっとここに上げときます。はい。えっ、ー、とね、フロントカメラが800万画素 サイドカメラが1300万画素ですね。はじめなんでこっちの方が大きいんかなと思ったら当然こっちが普段使いになるんですよね。うん、普段腕につけていて、ここで写真撮ることはグーってこうせなあかんのに、これやとこういう風にして撮れるもんね。こうアイイン状態でアイン取りアイイン撮りねはい。だから、ここのねサイドカメラはよくできてると思うよ。はい、ただしね。画質はまあそこまで良くないと。 思います僕はちょっと今はまだ見てないけどね。これ後で編集するからね。はい。まあ、よかったら参考にしてください。で、こちらね、なんとね、動画を撮ることもできます。ちょっと動画撮ってみようか。サイドカメラで。これ動画モードですね。じゃあちょっと撮りましょう。パパラーペーペーピース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 で、今ここにえっと動画出してます。こんな感じで。どんな感じに映るんだろうか。 <laughs> どんな感じに映るんだろうかパッパパパッパパールライスパッパパパッパパールライス <laughs> この分かるやつごらってね、はい、よかったらこの動画も参考にしてください。 で、はい、えー、と、だいぶね、ちょっと火がまたいてるんですが、すいません。えー、と、こちら、えー、最後にね、テストするのが充電ですね。4極充電の方なんですが、えー、まずこれが直接の4極充電になります。これを、ここの4ピンと4ピンに合わせて充電するんですが、これね、逆方向になると、これ、弾くんですよ。こうやってほら。これ、磁石になってるんで、こう、ふっとこう、ほら。こうやってね、外れるんで、合わさった方へと、キュッと吸着します。こんな感じで。 はい、ピロンって言ったよね。はい、これでえ充電ができるんですが、えっと、今見てもらった通り、非常にね、ちょっとね、弱いんですよ、磁石が。うん、こんな感じで、ちょっと引っ張られたぐらいでもう取れてしまうので、まあ、これぐらいと耐えれるんですけども、うん、こうなると、もう外れちゃう。ちょっとこれはね、弱いかなと思います。えっと、レム4のやつも同じ4曲やったんですよ。あれはね、もっとガチって、こう、なんかロックみたいなのかかるんで、 うん、もっと強かったんですけどちょっとねこれは緩いかなという感じがしますだからあんまりこう何て言うかな充電して乱雑には扱えないもうこれも外れてるんですよ、うん、だからちょっとねこんな感じにゆっくり置いてやる感じになりますうんこれはちょっと弱点かなとデメリット部分かなと思いますけどもじゃあこれで充電毎回めんどくさいんじゃないかと思われるでしょうがそこはねちょっと安心してください何かというとねこっちです えっとね、この、ね、バッテリーチャージャーの方が非常に使いやすいです。うん。これ、ここにあるよね、4曲が。はい。これを合わせるだけです、ここに。で、これも充電器になるんですよ、こうやって。はい。これはね、むちゃくちゃ安定してます。うん。これはもう、大したことじゃ、こうやって外れないんで、まあ、今ちょっと外れましたけど、まあ、ここを揺らすことはないんで、これをポンと置いて充電できますんで、えー、充電関係、ちょっとめんどくさいかなと思っても、これはね、だから何でかというと、どっちにしろ、 このバッテリーチャージャーももし持ち歩いてたら一緒に充電するんですよ要はうんなので、えー、こいつも充電できるしで時計も一緒に充電だから2つ同時に充電するんですよこうするとうんだからまあ逆にバッテリーチャージャーをこういう風うにまあ持っていってる人がいたら、まあ、帰ってきてこうやってつけてでこの上に時計を置くともう同時に充電できると。 えそういうい感じですで充電の持ちなんですが、えっと、もうね初め撮影した頃からちょっと経ってるんですけどもんとね結構持つよでもね1日はもう確実に持ちます1日は確実に持つけど火によるんですよね例えば Bluetooth のいろんなお知らせがすごい多い時はやっぱその都度通信してるんでその時はね電池ちょっと減り早いなって思いました、うん、でももうだから必要じゃない通知切ったりとか例えば Google の天気をわざわざ通知するんですよ めほんならここで気温が変わるたびに何度です何度ですって出るのよ僕の住んでる地域のやつそれすると減り早かったけどそういう通知を減らして僕は今、えっと、SMS と電話とあとはあのヤフオクとかメルカリとかああいうまあ購入した時用のためにそういう通知はオンにしてるんですよほんならそんな言うほど来ないんでそしたらねもう全然か2日はそれそういう通知の通信してても持ちますね うん、フル充電で1日は本当はもっと持つと思うんやけど、うん、だからその、アップルウォッチみたいに、もう1日使ったら、もうカスカスでどうしようもなりません、下手したらもう1日も持たない、うん、でも,もうそんなんよりかは全然もう普通に、1日充電せんかでも大丈夫、で、このバッテリーチャージャーもあるから、うん、だからあのこれをつけながら寝ることもできるし、その辺は安心してください。えーはい、ということで、いかがだったでしょうか、ご紹介してきましたのは、ログビッドブレイブプロですね。 こちらは海外の EC サイトのトムトップさんの提供でずっとお送りしてまいりました。うーん、とにかくね、まあ僕が一番初めにまあちょっと素人なのでまあ、申し訳ないんですけども、まずこのまあ、Android のまあ、Android OS ですね、Android OS のこのスマートウォッチが iPhone で使っていけるのかっていうところがとにかく僕はあのー、気になった部分だったんですよね。 でもそれがまあ、今回いろ調べてまあ、android ウェアって何なんだろうとかいろいろ調べたんですけども、特段問題なく普通に iphone と接続することができました。うん、それはこのログビットが提供しているま ios 用の。まあ、そのアプリですね。それを通じてまあ通信になり、うまいことできてるんだと思います。 でえっとその次に気になったのが腕の傾け点灯ですね。腕の傾け点灯で時計が見れるのか、そこはまあ正直それはねやっぱアップルウォッチほどの精度はなかったですが、それでも僕が非常に許容できる範囲の精度で点灯してくれたので、そこは問題なかないかなとは思いました。同期っていう部分でまあ、通知ですよね。通知部分もま僕が一番まあ知りたかったまあ例えば電話の通知でやったり、その歩いてる時とかに電話をいちいちスマホ見ないとチェックできないその動いてる時ってやっぱりもう。 振動であってもやっぱ聞こえないんですよねで、僕は基本的にもうサイレントモードにしてるのでそのバイブレーションだけにしてるのででももうポケットとか入れてたらもう歩いたり自転車こう入れたら振動ってわからないんですよねでも腕はやっぱ直接肌についてるのでえー、その辺は求めていたんですよねあとはまあ SMS をえっ、ー、と一番僕使うので SMS の通知っていうものもまあその すごくく簡単に素早く知ることとがでできたたら楽だなと思ってたので本当にこの android のスマホですけども iPhone でその辺は全てカバーできていたのでそこも安心できましたただしねあの1回だけかななんかこう Bluetooth の接続なんかメール来ないなそういえば最近振動してないなと思って見てたら1回ねその接続が切れていてスマホの電源を入れてくださいみたいな通知になったんで1回、えー ここちらののスマートウォッチの方を再起動させるということはありましたなのでそれは、うん、そうだね僕ももう1年間使ったとかではないんですけどもやはり定期的にその辺の不具合って,不具合っていうかな、えー、と接触不良ん、うん、その辺の接続問題っていうものはちょっと起こるかもしれないです。そこはやっぱり iPhone と Android っていうまあその OS のね違いから、まあ、その辺の何て言うかな接続不良っていうのは起こり得ることだと思います。 でそのうご動きに関しては非常にキビキビしてるなっていう実感を受けましたでこれも非常に強いですしやっぱその辺はメモリーの高さ CPU の強さってものが まあその辺の要因になってるんだろうなと思いましたただしですねこれはちょっとわかんない僕の指が男性の指では <laughs> これはちょっとすごくアナログな問題なのかもしれないですけどもやっぱ男性の指ではもうこの画面の小ささでうまくこうフリックとかこうタッチっていうものができない感じだなっていうのは受けましたね <laughs> これはこの時計が悪いとかじゃないんですよ、うん、これはもう一般男性のよくあるもうスマートウォッチでよくあることなんじゃないかな別にそれは GPDWIN とかでやったような座標がタッチとずれてるとかそんなことではないんですよ。 もうボタンもちっちゃすぎてこうまいことキュッキュッとできないっていうところはちょっとねもどかしさを感じましたがまあメール見ることとか通知を見ることであったら大丈夫なんですけどねだから初め初期設定が終わるまではちょっとこうもっと指ちっちゃかったらなっていうことはありましたでカメラとビデオに関してはお世辞にもねむちゃくちゃ綺麗なのか1300万画素800万画素と言われて何、えー、かこう万何千万画素っていうほどのその なんか数値のインパクトに対して美しいのかっていったら正直ねそこまでじゃないです、うん、でもまあ例えば、えっと、スカイプで電話する人とか、まあ、えビデオ電話する人にはやっぱり、まあ、ある程度の顔もちゃんと認識できますしそういうレベルで使うもんだと思います、うんでえ横のサイドカメラも、まあ、こうパッととにかくその場でパッと何かで急いで撮らなあかんものそういう時の緊急性なものであってそれを何か保存して大事にする写真っていうレベルではないです。 でですね防水テストの時に結構水をバーッとかけたんですよねで全然本体もあれ以来壊れてもないし正常に元気に動いてるんですけども1個だけ何、えー、ちょっと伝えておきたいことがあって実はねこのだから水が入っていってその後に実は音楽テストしたんですけども面白いことにこのスピーカーの振動で水が外に出てくるってことがありました。 だから水が最後はできたんだけどもでその後も普通なんだけども水がちゃんとできるまでの間はちょっと音がブブブブってあのなんか例えば「ドレミファソー」っていうのが「ブブブブフゾーって言ってだからスピーカーの通り水があってちょっと音に弊害が出るっていうことはあったので、まあ、そこはだから思いっきり水中の中でガンガン使ってこっから音楽も流してっていう人にはちょっと期待には応えれないと思います。 うんでもあの水の中で普通にこう使っても、えー、それは絶対壊れないですあんだけ水にジャバジャバにやっても潰れなかったんでただし見てもらった通りあまりにもここにきつい水圧がピンポイントで当たると、えー、それをそこをタッチしてるという感覚にはなりますでまあ総称してどうだったのかっていうと僕自身としては非常にこれ使っていけるなって感じてますで実際初めのレビューしてからまあいろいろ試してから最終レビューしようかなと思って結構これ 使ってたんですけども今ね散歩行くとき絶対これ腕につけてるんですよそれはこの万歩系の精度がねむちゃくちゃ高いんですよ、うん、これちゃんと10歩歩いたら10ってポンって出るんですよ1歩で1って出ないんですよ今日もちょっと買い物行ったんですけど1050でしょ1歩歩いて1051にはならないの10歩歩いたらポンなんかね8、2ってプラスされるんですよこれ癖わかってきたの俺 うん、だからねあの非常に目標にはなるよここ一日ごとにここリセットされてで iPhone のアプリで何歩歩いたかっていうのは見ていけるんですけども、うん、だからね、あのー、散歩用少しスポーティーに使うには非常にいいかなと思いました、うん、僕は今これマジつけてるよ歩く時はうんこれはもうマジ使いになってます今。 うん、で通知もちゃんとしてるしまあそうやって切れてるなって思った時はすぐまたパッパッとこっちは再起動すぐできるからねここ長押しで再起動ボタンってのがあるからそれでまたこうつなげればいいだけの話でだから僕はねこれああ使っていけるなと思いましたうん、えー、という感じでいかがだったでしょうかご紹介してきましたログビットブレイブプロこちらは海外の EC サイトのトムトップさんで発売中です現在セール中でしてこちら18,352円 こちらログビットブブレイイプロが海外の EC サト円で発売中です、えー、トムトップさんは送料込みで、えー、他のサイトでよくあるようなこうドル換算ではなくてもう円表示なので金額がぶれませんただし現在セール中なので値段が戻る可能性はあるので欲しい人は早めに買うことをお勧めしますかなり安いですこれで2万円切ってるって相当すごいですよ <laughs> これで2万円切ってるのは本当ちょっと信じられないんですけど実はこれ1のブレイブ,、えーブレイえー、ログビットブレイブよりも安いんですよなぜか <laughs> 性能が低いメモリー3ギガのログビットブレイブよりも性能がはるかにいいのに、えー、となぜか値段が安いというちょっとおかしな状況になってるんで欲しい人は買ってみてはいかがでしょうかはい、えー、この動画で初めておじいさんのこと知ったよって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思いますそれではまた次回の放送でお会いいたしましょう さよなら。